マッキーンモーターカーの起動車機関と走行装置が一体化された動力台車機関は回転軸が車軸と平行に配置マッキーンモーターカーはアメリカ合衆国ネブラスカ州オマハに本社を置いていた鉄道車両メーカーユニオンパシフィック鉄道によって1904年に輸送量の少ない路線で運行経費のかからない旅客車両の開発を打診されたウィリアム・マッキーンは 当時、最先端の内燃機関を搭載した鉄道車両を開発した。エドワード・ヘンリー・ハリマンと密接に協力して、ユニオンパシフィック鉄道やサザンパシフィック鉄道へ1905年から1917年に152両の機動車を生産した。製造に使用された工場は、 ユニオンパシフィック鉄道の資産で1905年から1917年まで、ウィリアム・マキーヌはそこを曲がりしていた。1917年にウィリアム・マキーヌが離れた後、資産はユニオンパシフィックが引き継ぎ、10年後に残存部品でに、量が製造された。蒸気動力の鉄道車両よりも、経済的な運行をもたらすように設計され、ガソリンエンジンを備えた車両が、 多くの小規模の鉄道会社や大鉄道会社の支線で使用され、アラン・フォーレットによれば、マッキーンレールカーの一両は1920年代末にガスエレクトリック方式に改修された。製造当初、マッキーインの車両は逆転機を備えず、交代が必要な時にはエンジンを停止して、カムシャフトを手動で交代の方向へ動かしてから圧縮空気で再始動した。この機構は、 誤作動が多発したので大半の鉄道会社では独自の逆転機構を導入した。エンジンはマキシマムトラクション台車上に車軸と平行に設置され、チェーンによる伝達で前方の車軸を駆動した。船舶用のエンジンを振動の多い台車上に走下したので故障が頻発した。駆動軸が一軸のみだったので牽引力が不足した。また、複数の車両を連結して、 協調運転が困難だった。それらの欠点があったので液体変速器やガスエレクトリック方式の普及とハリマンの死去により支援を失い、廃れた。ありがとうございます。